さあというわけでね、お疲れ様でございますけれどもね、うん、相当まあでもあお互いアムステルダムにちょっとしたルーツがあったっていうことですね。そうだね、うん、懐かしい。アムステルダムは俺3週間しかいなかったけど、もう人生においての、はい、なんつうんだろう、こういい期間を、はいはいはい、で考えれば、だいぶ上位に行く。いや僕も実にそうですね。海外いろいろ、まあそんな行ってないですけど、いろいろ行った中でやっぱ僕アムステルダムとラスベガスはでかいですね、うん、なんかやっぱ、はい、あの価値観をこう根底から変えるとまでは言わないにしろ、揺るがすというか、こういう価値観もあるんだよっていう提唱をしてもらえる街なのかなという感じましたね。まあ、ある種クレイジーな街ですもんね、うん、一番ヨーロッパで狂った港町っていう側面もあるし、農業国の首都というね、うんうん、側面もある。保守と革新が入り混じった面白い街ですね。で、そのなんていうの、ヨーロッパの街の中でアムステルダムが何がこう特殊かっていうと、うん、そのこう最新のものと、うん、その伝統的なものが、はい、さっきライト君が言った保守と革新が入り乱ってるっていうのは、はいはいはい、街に全部こう、うん、集約されてる、アムステルダムという街に集約されてる感じ、はい、アムスの売春婦はほとんどオランダ人いないですからね。そうそう、あそこのか飾り窓は本当あれこそワールドカップですからね、うん、そうだね、はい、で、うん、あと性別もいろいろな性別の方がいらっしゃる、ね、ドラッグカルチャーはだいたいアムステルダムから生まれるところもありまして、うん、コーヒーショップ文化とかもありますし、うん、そこはねオーシャンズ12によく描かれてます。オーシャンズ12、オーシャンズ30かな、30、はい、あのジョークはアムスに1回行かないと分かんないですね。なるほど、コーヒーショップのあのやり取りはね、うん、はいはい、でそのまあ今悪いもああいう国だから、そうですね、あのこうなんて言うんだろう、うん、まあちょっと語弊をなく、はいはい、語弊なく言うのがちょっと厳しいんですが、あのやっぱぐちゃっとしたその、はい、カオスの中に秩序がある、うん、はい、あれはそうですね、そうなんですよ、秩序があるのよ。地元の人間は全然あのタイムなんか吸ってないんですよ。そう、お酒と一緒です、うん、まあやりゃいい、やるときはやるし、うん、やんねんときはやんないし、別になくたって全然 OK です、うん、そうそうそう、うん、なんかこう、うん、許されてるがゆえにね、そう、うん、逆に言うと日本だと大騒ぎになっちゃうじゃない。そうですね、あれをこうなんか国として OK よっていう、うん、話に、そうですね、になってるところが、うんうん、やっぱりあこの価値観ってあるんだな。変な話、法律で当時はね、今どうか分かんないですけど、アムステルダムだけで OK なんですよね。そう、僕はロッテルダム、小野伸二のフェイエノルトのスタジアム行った時もプーンとその匂いしてますから、ね、本当はダメなんですよ。だけどグレーな国なんですよ。そう、はい、でグレーな国って言えば、はいはい、今これ令和に変わってさ、日本の皇室って改めてなんかこう見直す機会にもなってると思うんだけど、僕らがその世界的僕がね、世界的コメディアングループをそのプロデュースしていた時に、やっぱりショーをやってると、電撃ネットワークね、いや、あの世界的コメディアングループと言いますよ、あえて言った時に、オランダの皇太子がフラッとチケットを買って見に来てて、すげえ、それで劇場主も「ああさっきプリンスが来たね」っつって言うから、俺はプリンスっつったら、あのもう亡くなっちゃったアメリカのプリンス、うん、あの人もほらちょっと変態だから、アメリカのプリンスね、はい、元プリンス、元プリンス、はい、もう死んじゃったプリンスが、死んじゃったんですかあの人、プリンス死んじゃったよ。そうですか、うん、であの人が来たのかなと思ったら、本物の皇太子が来てて、すごい、オランダ王室のひっくり返し、はオレンジ公ウィリアムでしょ、だから、いやだから皇太子も何人もいる、あのだからそのプリンスも秋篠宮みたいなのもいるから、まあ、そうだね、確かに、そのそか向こうの高円宮みたい みたいなのがサッカーの匂いを、そうそう、で子供連れてきてたよなんつって言ってて、まあ、なんか向こうの人ってもっと柔らかいんだよね、もっと庶民なんだよね、そう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 、うん、なんかあんまりあの普通に、うん、あの有名人来てたよみたいな感じで言われた時にも、あ皇室とかロイヤルのあり方もちょっとやっぱり国によって違うんだなっていうことも
すごく学んだし、あの価値観をこう揺さぶられる経験っていうのは、ね、多分人間を成長させんだと思うんだな、うん、そうですね、うん、確かにもう6時過ぎたら、ね、昨日も言いましたけど6時過ぎたら働かねえから出てってくれっていうあの感じも実は人間の自然な姿なんかなともちょっと思ったしね、うんうんうん、みんなでカフェで酒飲んでんですよその後ね、うん、ビール飲んで水みてえに、うん、みんながその時間に休んでれば世の中って結構回るんだなってそうなんですよそういうルールだからそうだからナイトゲーム、うん、平日のナイトゲームでも人来るんですよ。なるほどねその結果アヤックスが強えとフェイノールドが強えとだから日本も例えばそのサッカー流行らせようと思ったら、うん、みんながもう6時過ぎたらもう帰るぞと、まあねね、でもこれネット時代になってそれからもうフェーズは4つずつ変わってるわけですよね、うん、もうこれ豊かになったかどうか分かんないなってよく話するんですけども、飲み会も行かないです若い子って今、うんっていうのは夜だって働けるからなんですよ。生産活動経済活動できるから。我々の時はもう夜は経済活動なんかどんな頑張ったらできなかった。だからまあ酒飲んで明日に備えようとか、うん、明日のためのコミュニティを作ろう、うん、もうそんな古いんです。へー、いやいい悪いは分かんないですよ。だけどもう24時間だってネットでなんかコンテンツをね、うん、作れる出せる、うん、それが明日につながる、うん、そしたらもう酒なんてってなっちゃう。それも悲しいよね。なんかねやっぱ令和時代の若者に言いたいけどね鬱陶しいな鬱陶しいですね。もっとね、はい、あの価値観をね、はい、抜本的に変えていこうよ。まあでもそれは若者の価値観だから、うん、もう我々にはもう、うん、だから逆立ちしたって分かんないですよ。だから若者は最初に熟女を抱かなきゃいけないという法律決めちゃう、はい、ほう聞きましょう。残り3分ぐらいなんでもう我慢していきましょう、はい、そうすると人生が深くなるんじゃないかなと思う、はいはい、うん、まさか終わりですか、うん、さて次週のこんな余ると思わない。こんな余ってるよ。なるほどね。まあでも違うんですよ。これはね、あの我々これ聞いていただいてる同志くんが同世代だったり、うん、ちょっと下だったりちょっと上だったりすると思うんですけども、うん、これねやっぱ大きな、まあ、ゆとり世代っていう言い方は僕はあんま好きじゃないですけど、大きなやっぱり川価値観でネット世代でもあると思うんですよね、うんうん、僕らはネットと触れずに思春期を過ごしてきた、うんうん、やっぱそれは大きな川谷があった当たり前であると、うんうん、だから同じサッカーというのがツールになるんであれば、そこでなんかこう学び合おうと、うん、なんかダメですよ。昔はこうだったからお前らこうだなって言っちゃダメだと思いますよ私は、うん、はい、だけど、はい、受け入れる側も、うん、おじさんを受け入れなさいと。そうですねやっぱりね、あのもう高齢化社会になっていって、我々も高齢者の側になっていくと、支えられれば、うん、やっぱね大事な可愛げだと思うんですよね。可愛げのあるおじさん。そうですそうです。うーん、あの生意気なこと言ってもなんか笑えちゃうなっておじさんになる、これ無敵だと思いますよ私。なるほど、変えなくていいんです。生意気さは、はあはあ、あとはあの喋りも喋、うんうん、りたがりも、うん、物言いたがりも変えなくていい。可愛くなかったらね、父もしたくないですよ。そうね、そんなジジイのプライド高いしょうもない、うん、へりくつジジイ。でも可愛かったら、うん、6理屈、うん、4笑いがあったら聞いてくれますよ、うん、この前のね、はい、小田急線、それは僕は講演をしたいぐらいです。それに関してはいいね。可愛げのすすめ、可愛げのすすめ、かわいい年寄りにならなら幸せに生きていけないかもしれないね、うんうん、この前ね、はい、小田急線で遅れた時に、はい、おじいさん、はい、まあ、僕らの先輩が、はい、めちゃくちゃ駅の、はい、その駅員さんに、うんうん、なんだ小田急は、うーん、毎日遅れてるじゃないかとか言ってすごく激高して怒ってたわけです。あらまあ、結構なおじいさんですか。結構な人が、はいはいはい、でも、うん、まあ、冷静に考えれば、うん、その人が悪いわけじゃないんですよ。まあまあそうだよね遅れようと思って遅れてるわけじゃない、駅員さんに言ってもしょうがないよね、うん、だから、うん、その時にやっぱり
ライト君が言うように笑いを入れながら、うん、なんで小田急線はこんなに毎日遅れちゃうのかなって言えば可愛、まあ、いおじいちゃんになったかもしれないんだよ ね、まあ、そうですね。あとは可愛げとか笑いとかなんか自分ちゃんとディスる技術があったら、うん、よりね真意を伝えれるんですよ、うん、なるほど。これは、うん、本当に思ってる、本当に怒ってる、本当に喜んでる、本当に愛してるとかっていうのをちゃんと伝える技術としてやっぱり可愛げの先にある、うん、それはね、うん、心理学用語で言うと、ね、はい、アサーティブって言うんだよ。アサーティブ、アサーティブって。あ、そうですか。 I'm OK、うん、You are OK。 興味あるけど終わっちゃった。あじゃあ明日ちょっとまたそれ聞かせてもらっていいですか。アサーティブトレーニングって。へー。 I'm OK You are OK、 I'm fine You are fine。 あー、そっか。そう、やっぱみんなそれぞれ自分の職業からいろんなことを学ぶんですよね。そうそうそう、うん。でもそれができないと変な話、コメディって受けないんですよ。そうだよね、はい、I'm fine, you're fine じゃないよね。そうなんですよ。 I'm fine だけじゃコメディは受けない。そうなんです。でもあのロックスターは I'm fine だけでいい部分もある。なるほど、ね、それはかっこいいですよね、うん、逆に You're fine を気にしてたらかっこよくないみたいな、うん、あ、終わります。明日ね。